きな震災からちょうど10年が経ちました。またコロナ禍の中で2年目を迎えました。今皆さんが一番求めているのが希望じゃないかなって思うんですが、何より多分僕自身が一番希望を求めているんだろうなという、そんなあの実感の中で一連の作品をここ数年来描いてきました。明日へという作品があるんですが、あの子供が手を挙げて万歳しているような絵です。これは僕にとってあのとても震災の時に描いた、なんか希望を求めてね手を挙げているような、そんなイメージが自分の中にあったんだろうなっていう、明日へというタイトルも希望を求めて明日へと、そんな意味で、描いたものです。芦ノ湖があり、富士山があり、おそらく日本で一番、まあ、世界で一番と言ってもいいようなロケーションだろうと思います。でその中で日本を代表する作家の作品が見られると、それが一番の素晴らしさかなといつも思っています。古来からだと思うんですけど、江戸時代、明治、大正、昭和と小田原、箱根っていうのは一体の観光地であり、まあ今や世界の人が知っている場所、小田原、箱根っていうのは一体だと思います。